ばれるし、狙われるし。さらに言うと、優しささえ、優しささえ。うん。じゃあちょっと行ってみたいと思います。はい、お願いします。はい。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。でもやっぱ難しいですね。うん。難しい。もう一言で難しい。すごいです。歌うだけじゃなくて、なんか感情だったりとか、強くとか弱くとか。なんか普段こう明るいキャラクターじゃないですか。でも歌うと意外となんか寂しい感じの出す声がいいなって思った。はい。楽しみにしてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。物を見たくて箱が。おお、めちゃくちゃいい。なるほど。ありがとう。どうですか、調子は。いい感じです。すごく楽しいです。え、これどういうテーマの PV なの？なんか失恋ソング、失恋ソングというか、付き合ってた彼氏と別れて、その時の彼氏の思い出を振り返ってるシーンを今撮ってます。なるほど。はい。そうなんですよ。女優な。女優です。こと、セリフのない女優。切ないですよ。今日は、外のシーンと駅のシーンと室内、室内です。室内ではその多分同棲してたんでしょうね、きっと、うん、同棲してたものを助けるっていう切ないシーンを撮りますって。これ多分ボーカルデッキの時も話したんですけど、なんか YouTube 始めた頃から見てて、でカラオケの歌動画上げてたじゃないですか。あれでめっちゃうまいなと思って、ぜひ、はい、お願いします。実際レコーディングどうでしたか？あ、めっちゃ良かったです。楽しみです。確かに声めっちゃ可愛らしくて、ね、曲にも合ってましたね。なんか普段エネルギッシュなキャラクターじゃないですか。そうですね。でも歌を歌うと結構切ないエモい感じが出ていいんだけど、印象と声が結構違いました、ね、この PV のお芝居はどうですか？いや、まずと恥じらいが照れが若干それがなんか僕まで入り込んでいける。あ、でも思ったより全然すごい良かったです。今日は女優になるんで